はい、皆さんこんにちは、まさあきです。実はね、風邪をひきまして、熱はないんですけどね、ちょっと今喉の調子が悪くて、鼻水がここ2日間ぐらい出続けている状態ですね。それ以上は風邪の症状、なんか だるさとか熱とかそういうのは一切ないんですけど、ちょっと油断できない状態で、まあね、体調管理ちゃんとしていけたらなって思ってるんですけども、まあ本題としましては、今日ね、ちょっと話したいのは、前回の精神科の方で主治医の人におすすめというか話していただいた、精神科のね、通院の方が利用できる制度ということで、自立支援医療という制度を利用するという手段、まあ国の制度がありますよってことで、主治医の方からお話ししていただいて、あ、そんなもんがあるんやっていうことで、はい、聞いてました話すいません。でね、いつも僕3割負担で精神科、メンタルクリニック行ってるんですけど、でね、だいたい今のペースで1週間に1回行ってまして、で、まあ普通に通院の時に節約できるようなことを、節約できるようなコストを省いた移動費とか省けば、普通に3000円ぐらい行くんですね。1回で。1週間に1回でですね。で、計算して、まあ、4週に、1ヶ月4週って考えたら、3、4、10に、まあ、1万2000円ぐらい。まあ、ほんま、1ヶ月で1万円以上のお金が、通院費で飛んでるわけなんですね。通院費というか、医療費か。まあその精神科だけで言うと、まあ他にも内科とか、今まあ通院してる、通院して そっちの医療費もあるんですけど、なんか、自立支援医療っていうのは精神科、通院のみに該当する、精神疾患の方が該当するんで、ほんで精神疾患の人の、精神通院のみで、精神疾患の人の入院の医療費とかは該当しないそうで、なんか1割負担になるみたいですね。すごいありがたい制度だっていうことで、僕もずっと真剣に考えてました、この1週間ぐらい。先週の、行ってから主治医の人に話、それ聞いてから、また治療、精神科行き始めて、弾薬してから、また、悪化して、ほんで、また通院して、し始めてから、半年経つらしいんですけど、久しぶりに薬飲むの忘れました。この前、一錠。寝る前の薬ね。なんか、一錠多い、残ってんの多いな、思ったら。寝る前の薬の、エチゾラムという薬を飲むの忘れてたんで気づいて、はっと、飲んでないやん、と思って、まあ。たまに、あるんですけど、気づけてませんでした。はい。まあ、そんな、ことより、まあそういうね、ありがたいお話を聞いて、今まで知らなかったんですね。
あの、実はその半年前以前にその弾薬以前の時に通院2年ぐらいしてたんかな。うん。してた時は一切そういう話も主治医からなくて、自分からもそういう風に意識的になんか気づける、気づいたり、そういう制度があるってことを知らなかったので、自分からもなんか進んでその調べるようなこともなかったんです。でもずっと困ってたんですよね。あの医療費高い高い言うて1週間に1回2週間に1回伸びてもそんだけのね2週間分のお薬が出るっていうことはね、医療費がまあそんだけかさむわけで、なんでだからちょっと考えてます自立支援医療っていうね。まあなんか先生曰く、まあ診断書とか、まあ書けるみたいなニュアンスの感じの返答だったので、まあ診断書にもちょっと何本かかかるんですけどね。ほんまに。一回の通院費代以上ぐらい。まあでもそれを費やして、まあ審査通れば、まあ1割負担なり、で、その所得の上限の定められた、まあ、固定、定額医療費以上のものは、タダになるっていう、それ以上かからないっていう風なね、自立支援医療の、まあ、サービスみたいな、そういうのがあるみたいなんで、めっちゃありがたいなって思います。すごい、今、なんで今まで気づかんかったんやろうって、思いながら、あの、ずっと医療費毎回毎回、1週間に1回3200円ぐらいか、電車賃とか含めてね、ずっと使ってたので、ずっとこれどうにかできんやろうなぁと思いながらも、思いながらも、弾薬した時も、医療費に悩んでた、っていうのも弾薬したほんのちょっとのまあ理由でもあったんでね、今まあ家族にこうやって養ってもらってて助かってるんですけど、今ね意欲的に前向きにねこうやって改めて元気になれてるっていうのを実感して、どんどん前向きになってね、まあ焦らず、まあ仕事も挑戦していきたいんで、まあこれもねいいチャンスと思って、ちょっとまあ前向きにね、その自立支援医療のまあその制度をね利用しようかなと思って、まあ前向きに考えているところで、はい、ということで1割負担はありがたいですねということで、そういったあのありがたいお話を聞けて、まあちょっとこれから前向きに検討しようかなと思うような話でした。はい、あれかな、精神通院してる方であまりねそういう当事者の人、まあ、あの精神疾患を患ってる人とコミュニケーションを取ったり、そういうグループ内に入るみたいな、そういう環境とかねなかったり、あんまりそういうコミュニティとかもあの入らずで、あまり気づけてなかったんで、改めてね自分で頑張れる一歩のステップとして前向きに検討していきたいと思います。ということで、まあ、そういったありがたいお話を主治医の方から聞けたお話でした。はい。それじゃあ、また今後なんか進展あったらお話ししたいと思います。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。まさあきでした。バイバイ。